検証をする動画に。コラボ動画第2弾です。2弾これね、前回の動画、そしてゆうたさんの方にも僕とのコラボ動画上がってるんで、ぜひそちらも見ていただきたいんですが、今日の動画は、はい、バトルというよりも、ゆうたさんを招いて、ある説の検証をする動画にしたいと思います。はいはい、題して、スーパードラマーなら演奏中何が起きても一切動じずにプレイできる説。一曲、はい、ゆうたさんにドラム演奏をしていただくんですが、はい、その演奏中に私がいろんなトラブルをゆうたさんに対して起こします。何が起きるかはゆうたさんもちろん分かりません、うん、ただプロであるゆうたさんならば何が起きようともかっこよくテンポがよれることもなくドラムを演奏しきれるだろうという説の検証動画になります、はいと、このように検証動画と銘打って楽しい楽しいコラボ動画をよそってはいるが、俺にはある思惑があった。そう、それはドラマーユータの化けの皮を剥いでやることだ。俺より後に YouTube を始めたくせに、あっという間に登録者を抜かしやがって、ここでユータの演奏を邪魔しまくって、恥をかかせてやるんだよ。今日そのゆうたさんに演奏していただく楽曲なんですが、僕が現在サポートとして参加しているバンドパルスファクトリーというバンドの神様仏様イカ様という曲を演奏していこうと思います。ドラマの僕が聴いても結構むずいなって感じなんで、何かが来なくても結構難しい曲ではあるんです。まあ僕はまあもうプロですから、はい、ちょっと噛みましたけど今私の最大のライバルであるゆうたさんならばバチッとかっこよく決めてくれるだろうと。それではやります。早速いってみましょう。というわけで、プロドラマーなら演奏中何が起きても動じずにプレイできる説検証いってみます。それでは演奏していただきましょう。神様仏様イカ様。ステップを知ったふり口が違う。
ありがとうございました。よっしゃ、びっくりしたでしょう。いや、びっくりしましたね。あの、演奏をやめたら1万円はちょっとよぎった。一番同時にだよ。マジで。はい、というわけで、はい、検証が終わりました。いや、もう疲れましたね。何があっても動じずに叩けるかっていう検証だったんですけど、はい、ちょっと僕の恨みこもってました。なるほどなるほどなるほど。説の検証としては、はい、プロは基本動じないが、近くに恨みを持った人間がいるとさすがに厳しい。これが結論でした。ちょっとやりすぎたかなとは思ったんですけど、はい、いやでもさすがでした。いや、ありがとうございます、うん、もちろんさすがにね、めっちゃかっこいい曲、かっこいいドラムで、はい、というわけで、はい、メンバーシップの皆さん、どうもこんばんは。ゆうたさんにいただきます。というわけで、はい、冒頭にも言った通り、ゆうたさんの方のチャンネルの方でも、私とのコラボ動画上げていただいております、はい、そちらの動画も概要欄にございますので、ぜひチェックしてください。というわけで、今日の動画ご視聴ありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、またお会いしましょう。バイビス。